獣道は、松本清張の長編小説。獣道に迷い込み、戦後日本の権力構造を垣間まみた者たちの、運命の変典を描く、著者の社会派サスペンスの代表的長編である。週刊新潮に連載され、1964年5月、新潮社から単行本として刊行された。後に、電子書籍版も発売されている。1965年に、 東方で映画化、またサンドテレビドラマ化されている。成沢民子は、脊髄損傷のために動けなくなった夫、成沢博士次を養うため、割烹流カ薫ル尖閣で住み込みの助中をしていた。しかし、関次は、そんな民子をいたわるどころか、日々、再疑心を募らせ、民子が家に戻るたびに、必要にいたぶるのだった。ある日、薫ル尖閣に入ーローやるホテルの支配人、 小滝正二郎が訪れる。小滝は民子に今の生活から抜け出し、もっと安楽な生活に導く手助けをするようなことを、ほのめかす。民子は小滝の誘いに乗ることを決意し、失火に見せかけて、夫を焼き殺す。そして、民子は弁護士、肌の重部によって、政財界の黒幕、鬼頭光太の邸宅に連れて行かれる。小滝の誘いとは、 鬼頭の愛人になることだったのである。民子は鬼頭の相手を務める一方、小滝とも関係を持ち、鬼頭の後ろ盾を得て、奔放な生活を送るようになる。その頃、関次の焼死事件は、小滝が民子のアリバイを証言したこともあり、警察と消防によって、失火と断定された。しかし、事件を担当した、刑事、久常義父は、事件に不信を抱いて、 独自に捜査を進め、民子が夫を焼き殺したという結論に達する。民子の美貌に見せられた久常は、自分が集めた証拠を民子にちらつかせ、民子に、たびたび関係を迫る。しかし、逆に久常は、些細な理由で、警察官を免職される。自分を免職にした上司の背後に、鬼頭の姿を見た久常は、自分が調べ上げた、鬼頭の闇の部分を手紙にしたため、 新聞社に持ち込むが、鬼頭の力を恐れる、新聞社は、久常のネタをどこも採用しなかった。改めて鬼頭の実力を知った久常は、失踪した鬼頭家の女、中上、与名子の殺害事件の証拠を集めて、鬼頭を追い詰めようとする。1965年9月5日、東方製作、配給で公開された。DVD 化されている。 松本成長シリーズ、獣道のタイトルで、1982年1月9日から1月23日まで、毎週土曜日20時から21時10分に、NHK 土曜ドラマで放送された。全3回。主演は、名取優子。視聴率は、第1回18.2%、第2回15.8%、第3回18.7%。 平均視聴率は17.6%。DVD 化されている。概要第15回テレビ大賞優秀番組賞受賞作品。当時、NHK のディレクターであった和田つとむが仕事上のトラブルに陥っていた名取に、民子役として直接出演を依頼し、制作された作品。小滝役には、ザ、勝者の山崎勤。 久さ役には、お笑いで人気を博していた、伊藤史郎が起用された。また、鬼頭邸の庭のシーンは、成長邸で撮影されている。キャストスタッフ関連商品、松本成長作家活動40年記念、獣道のタイトルで、1991年12月24日、火曜日21時3分から22時52分に、日本テレビ系2時間ドラマ、 火曜サスペンス劇場で放送された。主演は、戸わけゆ視聴率は18.1%。キャストスタッフ、松本清張獣道のタイトルで、2006年1月12日から3月9日まで、毎週木曜日21時から21時54分に、テレビ朝日系、木曜、ドラマで放送された。主演は、米倉良子。DVD 化されている。 キャストなりさーやひさつねやニューロイヤルホテル、鬼頭の邸宅薫る尖閣その他以下、括弧内は、出演話数スタッフ放送日程関連商品。ありがとうございます。